皆さん、こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞公読視聴規約ここでね、一旦この動画を止めていただきましてここで記載されている第1条から第7条を 細かくくお読みくださいととてても重要なことが書かれています一期一句読んでいただいて全て一語一句同意できるという方のみ次のページ次のこの動画の続きを見ることができますどこが一箇所でも同意できないという方がいましたらこの動画を見ることができませんので、えー、この動画を切ってくださいそれでは今日もいきましょう LINE に登録してくださいね。またね、昔のように、全国、LINE の全国グループとか、仮想通貨グループ、ノアコイングループ、モナコイングループ、カルタネードグループとか、FX グループ、陰謀論、あ、そして、絶陰謀論グループ、全国グループ、飲み会グループなどね、楽しいグループをたくさん作ります。あとは飲み会グループとかね、北海道グループ。 えー、宮城県グループとか各都道府県グループを作りますのでねまたどこ、えー、のグループに入りたいとそう <laughs> いうことを書いてですね、えー、私まで一旦 LINE をくださいよろしくお願いしますはいこれねシールのステッカーを販売しています1枚200円ぐらいかな200円プラス送量で シールを送っておおりますので、でどうぞでお申しくださいはいそれでいきますよ令和元年5月3日金曜日暗号資産草コイン中野研究会ということでねえっ、ー、と10日間あったねゴールデンウィークももう,もう終わりですねえっ、ー、と今日入れると金土日月で終わりですからあと4日間になっちゃったね 今日入れて4日間、うわぁ、寂しいですね、ずいぶんね。まあ、本当また火曜日からね、お仕事の人もお仕事でしょうね、皆さんね。まあ僕はほら、あの、毎日休みなんで、もう10年、10年休。<laughs> あの、名古屋の秀明さんは20年休だっていうことでね、20年間ずっと休んでるということですけど、<laughs> 僕は10年休って決めて、まだよ4年、 えっ、ー、とね、最近はね、夜中10時半ぐらいからね、一般公開 you ライ YouTube ライブやってます。毎日ね、楽しいひとときを1時半、1時間半ぐらいかな、楽しいひとときを皆さんと過ごしててね、えー昨,日まあ、昨日は130人ぐらい来てくれましたがね、すごく楽しかったです。 またね、あの、ドル FX 以外にも仮想通貨とかビットコインのアコインなんかのね、草コインなんかの、えー、分析なんかも行っていきますので、どうぞどうぞ夜ね、今日もやろうかなと思いますよ。夜10時半になったらお集まりください。今日はね、9時からやる。うん、あの、アメリカのドル円、アメリカ雇用統計の発表があるからね、9時半にやるんで9時からライブやりますよ。それでは今日も行ってみましょう。 はい。今日のお題はえ、ドル円仮想通貨マーケット分析ですね。で、なんか、ニューヨークのクレーバイスさんによるとですね、5月中に米セックがビットコイン TF、まあ、承認するしないっていうかね、承認するのかしないか、えー、その結果発表を行うと、まあ、4月23日だったんだけど、伸びちゃったんだよね。で、まあ、承認する可能性が濃厚となった模様ですということで、 結局ど、どっちみち、あの、発表するらしいですよ。5月にね。それでね、ビットバンク見たんですけど、これ見て、60万、さっきね、61万になってたんですよね。で、ビットフライヤーでは余裕で61万円台入っちゃってて、まあ、6、まあ、これ70万いくでしょうね。これね、近いうちにね。行くときってスーって行っちゃうんだよね、一旦落ちたんだけど、 スーってね、気持ちよく登ってきましたね。一回も振り返らずにね、気持ちよく登ってきましたね。だから、ここの横横長かったですけどね、スタートーンって一回落ちて、うーん。だから、ここら辺で 62, 62万、63万、62万いってましたよね。62万9000円。63万いく手前で落ちたと。したけど、 うん、一度も振り返らずにこれ、冷やしですけど、1,2,3,4日間ね、連続で上がってますから、まあ、もちろんこのままいくでしょうね。70万、80万、120万、180万、240万、300万、500万、800万いくでしょうね、うんまあ。とにかくビットコイン e t f の,あの承認されるっていう情報が流れてるから、ボコって上がって、 で、まあ、チキンリ食いするやつがいるから下がるんだけど、またボコった上がるでしょ。も、ま、う、あ、おしめ狙ってる人もいるからね。で、上がると。で、こんな感じで、ほんでまた上がっちゃったんだよね。<laughs> で、今から、あ、やばいとこれ本物だと思ってね、今から買う人いっぱいいると思うんだけど、で、押し目待ってると思うんですよ。どうせまたこうと落ちるからって。押し目待ちに、押し目待ちに、押し目なしだからね、押し目を待ってる人に、 ししては押し目がないからもうこんだけ上がっちゃってるからね、ねだからそうだな、1回、2回しかチャンスなかったね。ここのね、57万、58万円台に着いたときがもう最高だったね。でも本当はここら辺で買えばよかったんだね。36万とか35万円台。あんだけ僕は口すっぱく言ったのにね、12月15とか。あんだけもう買うんだったら今だよ。 買うんだったら今だよって、あんだけ口すっぱく言ったのにね。で、ここで買ったらもう、だって8割ぐらい上がっちゃってるわけでしょほぼほぼ倍でしょ ?100 万ったら200万だし、1000万突っ込んだら2000万で、1億突っ込んだら2億ですよ。うん、だからね、やっぱり動くときは風のごとくですね、動かないとダメだし、動かないときは山のごとくですね、一切動かないと。 いつまでも動かないと、そりゃ、ね、お尻に猫入っちゃってるもんだからね。気をつけないといけないですよ、本当に。うん、投資っていうのはそういうもんですから、その、いや、不動産投資は動かなくていいかもしれないけど、金融投資っていうのは動くときは、は、見早くで動かないと全く持って駄目ですからね。で、プルリにつきましては、ちょっとまた一段と落ちてますが、まあ、これはね、えー ちょっとある情報によれば大丈夫だということなんですよね。リップルについては。えー、あ,るある情報筋によると大丈夫だと。で、<laughs> 仮想通貨ニュースによると、うーん、えっとですね、ビットコイン、あ、リップルのですね、えーはい、リップネットに加入、世界第2の大手、 送金企業がリップルネットに加入したりしてますからね。うん、先行きはいいですね。やっぱりリップルはね。はい。だから今は、えっ、ー、と、投資家保護っていうよりは、投資家よりも、えっ、ー、と、リップルを使ってくれる銀行、金融機関を増やしてるって感じかな。で、まあ、一通りね、世界の金融機関を巻き込んだら、 投資家保護に動くということらしいのですから <laughs> 一気にねリップルバ馬鹿げするということらしいですよだから本当にリップル買うなら今でしょうねビットコインだったらあれだけね僕は言ってたのにねで世界的証券取引所のナスダックがリップル指数を追加してますから仮想通貨リップルの指数指数売買追加してるから リップル上がるでしょうね、これね。5月1日から新たに。はい、リップルリキッドインデックスを追加するって書いてありますよね。うん、これはビットコインインサリアム指数の追加に続き3度目となる仮想通つうかインデックスの追加ですから、うん、これ取引爆裂しますよね、またね。日、う、本、ん、だったら、あれですよ。だから5月7日 うんあのー、あのゴールデンウィークが終わったらもうこのリップルは爆上げすると思いますよ。これ指数追加しちゃって取引、世界の取引ガンガンやりますからね、はい、みんなもう乾ききってますからね、ドル円とか為替があんまり動かないんでね、乾ききってるのであのリップル爆上げすると思うんですよ。で買うなら今だし。 あの後でね、上がっちゃってから嘆く、嘆くなってことなんですよ。うん。後悔は先に立たないですから、本当に僕がね、こんだけ未来の話をしようじゃないかっつってね、毎,毎日毎日こうやってね、未来の話しててね、ああ、ビットコイン上がるよっつって上がったでしょ。で、リップル今度上がるよっつったのに、買わないと。それで上がってから嘆くと。それなんなのって、なんなのって、それは子供だったらいいですよ。 ね、保育園とか小学1、年生だったら、大の大人がね買ういや、買う、今買うべきだよって言った時に買わないで、眉を潜めて、上がっちゃったら、ああ、なんだよと、ふざけんじゃねえよと。これ33円だから、たったの66円になるだけで倍なんですよ、この辺で。こう倍って言ったら、自分のね、あの貯金、資産が倍になるってすごいことですよ。株がね、倍になるってすごいことだから、時間かかるからすごく。 テンガバーとかね、10倍になるとか言ってるけど、そんなのね、時間かかるから10年ぐらい。<coughs> 2倍になるのもすごい時間かかるんで、でリップルね、じゃあいいよと、ね、50万入れたら100万になるから、しかも5月7日って日にち決まってるじゃないですか。これはすごいと思いますよ。うん、僕なんかもあの、また買おう、追加購入し,、ま、しようと思います。で、ビットコインがやっぱりこんだけね、上げてきちゃってるよと。で、1時間足なのは 直したらこれだからね <coughs> こんだけ上げてるからねこの横横をね尻目にしてね上げてるでしょだからストーンと落ちたけど絶対上がるから、はい、日はまた昇るんですよ、はい、夜明けの来ない夜はないからねあとはモナコインモナコインもまあそこそこかな今日ちょっと下げちゃいましたねうーん ね、ビットコインキャッシュ。うん、まあいいですよ。分かってますよ。はい。あと、ドル円の方を見てみたいと思います。XM ですね。<laughs> で、まあ、あのど、中野研究会の方ではね、仮想通貨とドル円については非常に毎日毎日勉強してますからね。夜2時間から3時間ね。なので、昔ね、FX やったけどダメだったと。 うん、結構な金額をな、うん、くしてしまったと仮想通貨はね、まあ、そういう方は、えー、またねあの中野研究会入っていただきまして1月1万800円かかりますが長野研究会入っていただきましてね、えー、毎晩毎晩勉強しましょう一緒にね、はい、で何をすれば FX で勝てるのかで何をしなければ勝てるのかっていうものを 一緒に勉強していきましょう。一人ではなかなかね、えー、勉強できないですから、これはね、マインドの問題が結構大きいですからね、人間一人だとね、カーってなったらやっちゃうんだよね。今すぐ取り返そうと思ってやっちゃうんですよ。で、負けるときっていうのは、皆さんよく考えてみていただければよくわかるんですけど、相場の悪いときですよ。相場が悪いとき、いわゆる えー、海だったらね、嵐が来てる時なんですよ。で、まあ、大波が来て、一旦港に戻ったと。あとは、まあ仲間の、仲間の船が沈没したと。で、な,なんだ、くそーと。今すぐ取り返してやるぞと。ね。そして、またすぐね、台風が来てる時に、船,船でしますかしないでしょ また台風が過ぎ去って穏やか、ね、海の波が穏やかになってから出航するでしょ。それと一緒でですね、今、今すぐ取り返してやるぞってね、えー、結構お金なくなった時に、くそーと思ってね、あの、掛け金を倍にしてね、またかけますかうん。で、ね、相場が嵐なんだから、そういう時にね、上行くのか下行くのか,か分かんない、バッシャンバッシャンやってる時にね、すぐ かけちゃうんだよね。頭変わったなってね。その時に、やっぱり落ち着かせてくれるのは仲間の存在ですよ。仲間の存在。だから、やっぱり仲間と一緒にやればね、あのー失、失、失わなくて済んだお金も失わなかったしね。うん、みんなに相談しながらね、どうすればいいでしょうかって、待て待てと。今待てと。落ち着け落ち着けって。やらなきゃ減らねえんだからと。でね、株でも為替でも仮想通貨でも、 やらなきゃ減らないんですよ。ほとんどの人は減っちゃうんですよ、ポジション取ったらね。買ったら減るんですよ。僕の計算では95%の人が <coughs>、えー、株、為替、仮想通貨、えー、買ったら95%の人は失敗します。それ確率論で出ました。ね、上行くか下行くか、2分の1なんじゃないのって違うんですよね。そこにはもっと人間心理の深い、 罠が比較比較されてんだよね <laughs> だからやらなくていい、ね、ポジションの時にはやらないとマーケットの時にねそれのためにはやらないためにはですねやっぱり仲間の存在仲間と励まし合いながらですねルール作りをしてそのルールをみんなで守っていくと自分一人で守るのってできないですよ、うん、どうせ自分一人だからルールー、ま 破っっっててもいいやってなっちゃうからでもみんなと一緒にやってれば、えー、まるでラグビーのようにですね、オール,はオールフォーワン、ワンフォーオールですよ。一人はみんなのために、みんなは一人のために戦うと。だから、えー、夜の中野研究会のねライブが終わって、えー、寝ると、そして朝になって昼になってねうん、チャート見てたらやりたくなるということで、ポチ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 に始まると。それを、えー、なくすためには、 みんなと一緒に守ってるこのルールをね自分一人で崩すわけにいかないんだとね一回ポジったらもうルール崩してその人は自分本位でやることになりますからね自分だけが儲かればいいと思った瞬間にあなたは FX では勝てません株でも仮想通貨でも勝てないんですよだからこの金融っていうのはチームプレイでやらなくちゃいけないんだよねだからヘッジファンドっていうのは会社単位でやってるわけだったし あるし個人投資家が、えー、なぜヘッジファンド並みの、ねえー、資金を構築できないのかっていうのがよくわかるでしょう個人でやってるからダメなんですよ会社組織としてチームでやるとね、えー、これが不思議とうまくいくんだよねだから今までね何をやっても FX で勝てなかった人 <laughs> ぜひね中野研究官に騙されたと思って 1>, 1万800円を払っていただいて入ってください。あの YouTube の動画解説欄に書いてあります。で、ちょっと FX のオーダーをね、FX のオーダーを見てみましょうか。今いくらかな、えー、?40 から42か。111円、ちょっと落ちたんですね。昼間は51円あったんだね。111円51。 あったんですね。それで、下落ちたと、断続的に買い。110円80から1だもんね。で、今日の、ニューヨークオプション9日。のそうだな、特に分かんないですね、これ。114円とか出てきてるね、これね。う,んそう <laughs> ちょっとバラバラですね。薄飽きないですね。すごく薄,薄飽きない。 うん。じゃあ,あ、れ見てみようか。えー、外為。外為 .com ですね <coughs>。こっちか。外為情報ナビの取引データですね。売り圧力強いですね。すごく強いですね。買いが入ってないで売りですね。 買いは入ってるけど、薄いですねあ。これは行かないね。なんでこんなに売ってんだろこれう。うーん、ここ、ここでも売りが入ってるね、すごくね。損切りかな。ちょっと下がるね、これね。下がりますね、だいぶ。そうだな。111円ぐらいまで下がっちゃうかもしんないね。111円ぐらいまで下がっちゃうかもしんないね。 ああ、そっか。だから、これ、おわ型になってるから、一旦下がるね、これね。うーん、下がりますね。ほとんど下げてんだね。下げてんですよ。うーん、そうだな。うーん、下がるね。うーん、ペナントフラッグだからね、とにかく。うーん、これは、一目均衡表、小引きし ああ、四時間足ではもう雲突き抜けちゃ下がっちゃってんだね。下がりますね。これはね、完全に下がっちゃうね。ああ、一時間足か。あー雲。あんまり小さい足は良くないけどね。ああ、突き足でも雲入っちゃってんのか。ちょっと上だけどな。ちょっとダメだな、これ。ああ、ダメですね。下ですね。 日足、うん、がまだ高校してるけど、8時間足があればね、わかるんだけどね。厳しいですね、うん。先行き厳しいですね、ちょっとね。ああ、ここ絡まってるもんね。1時間、4時間。ここら辺でデッドクロス出てんだね、やっぱりね。ここら辺で。デッドクロス出てるから下がるよね、ずっとね。 うん、冷やし。ああ、これデッドクロス出ましたね。下げますね。完全にね。はい。それでなぜ下げるかっていうのもよくわかると、5年に一度のペナ、えー、ントフラッグですね。もう先っちょの方来ちゃって、沈服幅がもうないですから、こんだけしかないですからね。で、上タッチしたのでね、トレンドライン。で、下ですね。このまま下行くのもよしと。で、また戻ってきて上行くのもよしと。 まあ、とにかく、エネルギーが溜まりに溜まってますから、動き、動きが取れないんでね、この鳥かごの中でね。鳥かごの中で動き取れ <laughs> すごく楽しみですね。で、あとガチョウしてれば、5000万1億円強くなりますからね。手持ち資金がね。まあ、いくらかけるかによりますけど、20万ぐらいあると、すごく何千万、かな何億、何億、なお1億、2億ぐらいになるかな。はい、追加してかけていきますからね、ピラミッティングでね。楽しみですね。 ま、い今からかけちゃってもいいけどね、ああいう方でね。十分に余力を持ってね。これトレンドライン出てるんでね、分かってるから、ここら辺からかけちゃえばいいからね。余裕を持ってね。楽しみですね。はい。ではね、今,今日も元気でね、皆さんも頑張って FX やっていただければと思いますよ。4時間足以下は見ない方がいいですよ。こんな。やられちゃうから、こんな。 細かい足見ってしょうがないんだから細から細話してみましょうかね。しょうがないからね。冷やしで見れば、こうお椀型になっちゃってきますからね。もうね。もうダメでしょこれね。ドルはもうダメですよね。フラッシュクラッシュからもうね、3ヶ月、4ヶ月経ちましたね。もうね。なんだかんだ言いながら、だら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 、4ヶ月ですよ。3分の1経っちゃっましたよ、今年 早すぎる。あと2ヶ月経つと、今年も半分で、クリスマスの鐘の音が聞こえるようになっちゃいますからね。本当に気をつけていただければと思います。はい。それでは今日もね、これで終わりにさせていただきます。どうぞどうぞ、あの、LINE、登録していただいて、私、これね、私の LINE なんですけど、私までね、FX グループに、LINE グループに入りたいとか、仮想通貨 LINE グループに入りたいとかね、陰謀論都市伝説グループに入りたいとか、 えー、スピリチュアルグループに入りたい、えー、パソコン初心者グループに入りたい、いろいろありますからね。愛知県グループに入りたい、いろいろありますから、えー、それぞれね、えー、と、リクエストを、ね、私まで送ってください。それでは、今日もありがとうございました。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。